今日はですね、サーリーのブリッジクラブをご紹介させていただきます。ブリッジクラブ、実は2台同時にご購入いただきまして、同じサイズで、はい、ご購入いただきました。1台は、ホイールの色を変えて、もう1台は、同じホイールなんですけれども、お色を変えてっていう風な形で、ペダルのお色と、いろいろ変え納品になるんですけれども、少し気がついたところがありましたので、そちらの方をご紹介できればと思います。どうぞ。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズでは、スチールのバイク、カスタムのバイク、ハンドメイドのバイク、スタイルのある自転車をご紹介することを得意としてやらせていただいております。今までに取りためたアーカイブスは7、8本ございますので、ぜひ 1、2本見ていただいて、グッドボタンとチャンネル登録とチャンネル登録をご活用ください。それでは、ご紹介させていただきます。サーリーブリッジクラブです。はい、サーリーブリッジクラブをご紹介させていただきます。この、サイズ感で XS のサイズ感になります。ホイールセットが 650B27.5 っていう、言い方します。 650B も 27.5 も同一のサイズですので、マウンテンバイク型をしているものに関しては 27.5 っていう言い方をすることが多いですね。で、ロードバイク型の場合だと 650B っていう言い方しているような気がします。はい、で、もともとついてたホイールは WTB の、ホイールに WTB のタイヤがついていまして、今回お乗りになりたいというふうな、ユーザーさん、このオーナーさんはですね、もともと E バイクをお乗りになっていて、 E マウンテンバイクをお乗りになっていたそうなんですよ。それで、今回、自分の足で漕いでみたいというふうなところから、こういうふうな仕様で納品になりました。で、なぜ、タイヤとホイールセットを変えているかっていう風な部分で、そこをフォーカスしてお話しすると、見てください。これ僕はね、こういうところ絶対見逃さないんですけど、この WTB のリムね、これ見てください。リムチューブレスのリムがしっかりセットアップされてますよね。で、ここにも、チューブレスがいけますよっていうふうなことが書いてあると思うんです。ここ、はい、チューブレスレディね、書いてあります。 27.5 で書いてあります。で、ついてるタイヤがこれなんですよね。あたかもこの WTB 同じホイールに同じタイヤがついていたら、あたかもチューブレスにこのまんまできるような印象を受けられるんじゃないかなと思うんですが、僕は見逃しません。このタイヤ、チューブレスって一言も書いてないんですよ。で、普通にチューブレスできますよってお店の方が言っちゃうと、結構大変なことに合うんじゃないかなと思いますし、チューブレスの液剤をたくさん入れればできないこともないんでしょうけど、基本これタイヤがね、ワイヤービードって言って、普通にフォールディングで折りたたむことができるようなビードじゃないんですよね。こういうタイプのビードのものでチューブレスにできた試しっていうのは、僕あんまり成功例がないので、僕だったら、ちょっと適用外かもしれませんというふうにご案内することが多いです。ただこれとこれがセットになってたらいけるなって判断するお店さんも多いんじゃないかなって僕も思いますし、ちょっとこれ軽く罠だなって思いましたので、ちょっと皆さんお気をつけになってください。で、もともとが 2.4 っていうタイヤのチューブ、タイヤの、セットアップ、リム幅、そういう風なところでバランスが取れていて、このタイヤハウス、フォークのタイヤハウスの中、
であったりとかも、まあ、バランスが取れているような感じになるんですが、実際にはリム幅ももうそんなに大して変わらずに、まあ、このカーブがねやっぱり重要かなとも思います、マウンテンバイクの場合は。で今回選んだチューブレスのタイヤはワワビックっていう、はい、あの割とこのノブがエッジが立った、そしてコンパウンドがとっても柔らかいいいタイヤなんですけれども、テラベールのものを使っています。で、ホイールセットはあの弊社金製のウィキッドウィールワークスで組ませていただいております。ウィキッドのものとこのタイヤのものとっても相性がいいので、共にチューブレスもちろんできますし、チューブレスに対応したリムになっています。こういったところであの安定感とっても大切だと思うんですよ。トレイルの中走っててもしこうシューって音がし始めたりとか、あとなんていうんですかね、こうビードがバコンってこう外れちゃったりとかした時のもうテンパり具合ったるや、やっぱりちょっと普通の感じでいられないと思うので、わあどうしようってやっぱりなると思うんですよね。特に一人だったりとかすると、まあ結構大変な思いをされるんじゃないかなとも思いますし、この安定感みたいなものを提供できるように僕は自分で、このタイヤとは絶対相性がいいはずだから、安定感のあるこのタイヤとホイールセットを同時に、ちゃんと開発して作ったっていうのがこのウィキッドウィールワークスです。たまにですね、某〇〇キングとかと合いますかっていうふうなことに関しては、まあ合わなくはないけど、やっぱりもう 100% のポテンシャルを持たせようと思ったらこのテラベールをご選択いただければ幸甚ですというふうに申し上げております。タイヤって本当にそれぞれにね、本当だったらですよ、本当だったらタイヤもリムも本当だったら同サイズで同じような規格、同じ規格でもう寸分の狂いなく、作っていかないとダメだと思うんですけど、それがなかなか難しいのがこの自転車の業界でして、まあ個性という名のもとにいろんなことをみんなこう自分たちの独自規格をこうご利用ししてエゴを通していこうとするわけですよ。だからね、そのエゴを通せば通すほどユーザーおざなりになっていて、誰も得しないっていう風な状態がもう実はもう10年以上続いてるんですよね。一番最初に僕がチューブレスに挑戦しようと思ったのはベロシティの、P35 っていうリムだったかなに、チューブレステープを貼って、チューブレスレディ用の、タイヤをつけて、それでもうまくいかなくて、これどうやったらできるんだろうかっていうふうなことを一生懸命調べて、でようやくできたなと思ったら安定感がしっかり取れなくって、結局走るまでには至らなかったっていうのが、僕の苦い思い出で、それが10年前です。でようやく走れるようになるようになったのは、IRC さんがしっかりこうやり始めたりとか、そうですね、まあアメリカのブランドで、いろんな、ノーチューブスとかそういう会社がリムとタイヤと同時に出しているようなブランドさんはやっぱり信頼性が高かったので、まあ、なんだったらシーラントも一緒に出してましたしね。でそういうところで、作っていくっていう風な部分ではちゃんと走れるような状態までようやく持っていくことができた、そんなまあ、古くからの歴史がありまして、ただそれをずっとやり続けていくと今度いろんな会社が個性を出していこうとするんですよ。でだいぶ後の、後発も後発になってから〇〇キングっていうのが出てきて、まあ、結構その〇〇キングはですね、いろんな会社の OEM をやっています。例えば、ルネールスのタイヤもそうだし、まあ、他の某インフルエンサーが、作ってるタイヤとかももちろんそうですし、ひいてはこのテラベールもファーストロットは、その
まるまるキングの会社が、OEM をやってた時代がありましたが、速攻で変わりました。いや、まあなんか、まあ、黒歴史なんでしょうね。なんかそういうのがあってすぐ変わって、結局、今の会社に落ち着くっていう風な感じになっているようです。でやっぱり自分たちでも組んでてそうなんですけど、やっぱりこうピタッとくるものっていうのはもう組んでてすぐ分かるんですよ。で、あのこれきついなって思うやつっていうのは、はめるのもきついし外すのもきついので、トレイルの中でもしサイドカットしちゃったりとかしたらもう目も当てられないわけですよね。でそれ例えば男性だったらまだなんとかできるかもしれませんが、それ女性だったらどうですかっていう話ですよね。なんかそういうのが、まあなんかいろんな人たちの、グラベルライドの途中の経過とかを見ててもそうですし、安定感があるない、その人のテクニックがあるない、いろんなことがこうレイヤーになってて、なかなか、本当の本質的なところっていうのにたどり着かないような形になってますけれども、総合して考えるとやっぱり 32C より細いものっていうのは、チューブを入れてクリンチャーで運用した方が僕はいいんじゃないかなとも思いますし、もともとがこういうふうなチューブレスの技術っていうのは、マウンテンバイクの技術なので、マウンテンバイクのホイールにはめようとするとまあやっぱり全然はまり方違うんですよね。楽にはまるんですよ。楽にはまるし楽にフックもかかるし楽に空気も入れられる。これ、普通に今あの履いてるこのシルバーにワービック、ブラックにワービック、これついてますけれども、これ僕が組んだんじゃないんですよ。うちのかみさんが組んだんです。これどうやって組みましたか？手ではめて、手ではめてビードを上げて。ビードはどうやって上げたの？ビードはコンプレッサーで上げました。ビードはコンプレッサーで上げた、はいはい、でも多分普通の、フロアポンプでも上がりそうな雰囲気で上がりました。はい、はい、でシーラーを入れて、はい、安定させて、はいはい、もうちゃんと安定してます。なるほど、はい、という状態でございます。ちょっとマイク上げます。僕が、強く申し上げたいのは、僕が強く申し上げたいのはリカバリーっていう風な部分ですね。もしこうスローパンクした時にちゃん と、シーラントが仕事をしてくれて、空気の保持性をキープすることができる、まあ、これ一つすごくシーラントを使ってて大きなメリットの一つだと思うんです。ブチルチューブの重さみたいなものも相当重いはずなんですよね。でそれをシーラントっていう風な液剤で、エアーの漏れを防いでいくっていう風なところなんですが、液剤の重さっていうのは徐々にですけれども空気に触れそうになるっていう風なところに考えるとそこは硬化していきます。ただ、全てが硬化するわけじゃなくって、やっぱりドロドロしているものなので、あんまり太くしすぎると今度タイヤも重くなってしまう。で今まで E バイクをお乗りになっていたっていう風なところから考えても、あんまり太くしすぎない方がかっこいいかなっていう部分と、もともとワーウィックじゃなくて違う、タイヤをご指定いただいてたところもあるんですけれども、まあこのタイヤとこのホイールと、タイヤが持つこのアスペクト比みたいなもの、このタイヤのカーブですねっていうのがすごく、はい、マッチしてるなと思ったので、こちらを、おすすめさせていただきました。チューブレスのこのホイールセットとタイヤの関係すごく大切だっていう風なところを熱弁させていただきましたが、伝わってますでしょうか。ホイールセットって実はものすごく重要なので、例えばこのホイールセットがダメって僕言ってるわけじゃなくって、まあ、なんかトリックがあるなって思いました。このリムだけ見たらチューブレス用なんですよね。でもこっち側はワイヤービードだから結構厳しいなっていう風な印象で、タイヤを変えればこちらもチューブレスにできる
運用できるものではあるとは思いますが、もともとが OEM で作られている、例えばなんていうんですかね、このサーリーでいうところの、台湾で、こうアッセンブルを一挙に、任せてくれているような台湾工場とかだと、パーツを台湾で作ってる台湾ブランドだったらいいんですけど、この辺の、なんていうんですか、完成車用のホイールっていうのは中国とかで作ってます。でタイヤとかも中国で作ってることが多いです。なのでそういうふうなマッチングのものに関しては、僕たちがこれオリジナルで作っているものとは似て非なるものだと考えていただいてよろしいかなと思います。すごく同じ材料、同じアルミの材料を使ってたとしても、その精度みたいなもの、一番最後の詰めなければいけないものっていうのが、大きく違うので、そのために僕たちはウィキッドをしっかり進めさせていただいているっていうふうな形でご認識いただければ大変光栄でございます。はい、ウィキッドのホイールは本当に、テラベールのタイヤとのマッチングが非常によく取れています。で、とても今までご好評いただいているので、はい、皆様ぜひ、この機会にご検討よろしくお願いいたします。実は、このホイールセット、ブラックとシルバーあります。このタイミングで申し上げるのもあれですけれども、次回の動画ぜひ楽しみにしていてください。ブラックフライデーやるかもねっていう感じの、はい、動画になると思いますので、ぜひ皆様楽しみにお待ちください。それでは今日はこんな形で動画を終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。